くすみなえりくさんに引き続き質問です。ですね、結構ですね、あの人物の、作品、人物のコラージュ、はい、みたいなことを以前拝見してますが、最近はどっちかというと建物が多いのかしら。そうですね、はい。今後の作品展開は何かイメージしてることってありますか？なんかあのこういう世界、人物をまだやるぞとか、なんか どんな方向性に行こうかなみたいなことは何かありますか？そうですね、あの人物をやめようと思ってやめたわけでもなくって、うん、いろいろ作りたいなって思った世界観がやっぱり景色がこう大きい、はい、景色が作りたいみたいなことが自分の中で占めてるものが多かったので、うん、まあ、そういうのばっかり作ってたっていうこともあるんですけど、うん、人物の場合はその人物にのポートレート撮影をお願いして、うん、素材として撮らせてもらって、で協力してもらってっていう、はい、ことをやらないといけないんですけど、うん、まあ、最近ちょっと撮ってなかったんですよね、そういうのを。はい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 、なので、まあ、ちょっと協力してもいいよって人が何人か今いるので、うん、改めていい素材が、人物素材が撮れたらまた作りたいなって思ってる絵も絵面もあります。あ、なるほど、はい、あります。で、そういうその、はい、いろいろなシリーズの中でこの世界の中で生きているこの人みたいなものとかを作るっていうことは作りたいなって思ってますし、うん、あと最近ちょっとだけやったんですけど、うん、その同じ風景の時間軸が違うものとか、はいはい、あの同じ風景なんだけど、ちょっと季節が違うものとか、うん、っていうことでこうレイヤーして作っている世界、非現実の世界なのですけど、うん、その中でもさらに時間が流れているっていうことの表現とかっていうものが増やしたいなっ